明治35年のこの頃、犬相撲が盛んに行われていたそうですね。何でも犬とはいえこんな血生臭いのはいけないと何度も中止になったんですが、この頃から許可になったそうですね。でもこの犬相撲、つまり刀剣というのは、顽固をけしかけて喧嘩させちゃ人間が興奮するってんですからね、ひどいもんです。それでも顽固を持ってる飼い主はこの番付に横綱として名が乗るのが無常の光栄ってんで、まず血統書付きの高いのを買う。そしてスタミナ料理を食べさせちゃ訓練おさおさ怠りなく強くたくましく育てるんですな。鼻先あくまで黒く、首筋強靭、肩はなで肩、胸たくましくという具合に作り上げ、そして横綱になれば顽固より飼い主が大喜び。この犬相撲、人間様と同じように48点のテクニックあり、耳かじり、喉かぶり、凄まじいもんです。まあ、しかし人間の闘争本能を満足させるために戦わされる刀剣諸君、そぞろ哀れを催しますね。